も一日お疲れさん。どうもしろです。ゆずいです。そだろです。今日の企画は育ちの良さを感じる瞬間です。はい、ということで、まあ、育ちの良さなんですけど、うん、僕たちが女性に対して、うん、あ、この子育ちいいなみたいな、うん、感じる瞬間ってあるんじゃないかと思ってて。これはありますね。結構その結婚相手とかにさ、女性の特徴でなんかこう育ちがいいみたいなこと言う男ちょこちょこおって、いや、いいやろな、うん、なんかそういうところを結構見てんじゃないかっていうことで、どういう瞬間、うん、時に感じるのか、それちょっと出していきたいなと思います。はい、それではやっていきましょう。はい、はい、ジャンクフード慣れてないとかやね。あー、確かに思うかも。それはそのマクドのポテトってさ、うん、みたいな、なんかとか、そのマクドのポテトとケンタッキーのポテト比較して話してるときに、あー、ちょっと食べたことないわ。あー、こういう時はやっぱ思うね。それってプラスなん、正直。え、プラスに思う、そういうのって。なんもお前あ、マイナスにもならんと。育ちええなって思うよ。そもそも俺はね、俺はその育ちええなっていうのがプラスにもマイナスにもならん。ああ、なるほどね。確かにあんまりむずいな。そのこういう育ちの良さやったらさ、ちょっと自分と合わんかもって思っちゃう。そう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 、俺は思っちゃうな、やっぱ。うん、難しいなみたいな、合わせるの大変そうって思っちゃうな。 特に食はジャンクフードなんかもう食わんからな。で、二十歳の時にこれを聞くよりショックは減ってるかもしれん。ああ、そうやな。食べたんいつ最後マクド。マクドって食べへんね。比較ちゃうかな。あー、でもほんまにそうかも。あ、マクド食べへんの逆に。あんま食べへん食べへん。マクドは食わへんな。へえー。あんま食べへんな。俺も1ヶ月前とかやけど。ええことないもんな。まあまあ、それもわかんもんな。うん、食べたいなって時はたまにあるから。そうやな、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 結局一口イメーなんやな、ああいうの。マクドを、てか、もうなんなら勝った瞬間やん、一番うまいのって。あの辺のやつ歩きながらポテト食ってる時やん。そう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 、わ、最高やな、やっぱマクドやな。今日はマクドで間違いなかったって思うけど、食べきった後は、なんか、なんでこれで腹満たしてもたいなってやっぱ思うな。さっきまで言ってたけど。まあ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 、はい、はい、はい。ご飯とか食べに行った時にお座敷とかのタイプもあるじゃないですか、うん、あるね。そういう時にあの靴を脱いだ時に揃える人。ああ、まあ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 、確かに。はなんかその、そうかも。おお、掃除はいいかもしれないとかはやっぱ思います。うん、ちゃんとしてはんねんなみたいな、うん、そういうのはすごい。これいいラインじゃないでしょうか。このラインがもうあの広く持てるラインだな。そう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 、マナー的なやつ。マナーなんか知らんけど、うん、まあね、品用みたいな感じだな。そう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 、うん、別にやらんでもいいし、そこででもやっぱちゃんとしてる人はなんかそういうの意外と見てる人多いんじゃないですかね、男の人。第、はい、シソ刻まれた時やな。シソ、シソの葉っぱを刻んで出された。ああ、そういうことか。あ、料理のね。そう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 。そらじ絶対ええやん。あ、なるほどね。いいね、いいね。小鉢とか出てきて。そう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 。はいはいはい。刻みますかー。あー、俺ちぎってまうからさ。まあ、ちぎっちゃうよね。うん、はい。まあ、ちょ、近いかもしれないけど、観光総裁に詳しいとか。どれに近いね。いやいや、今出てたどれに近い。安いの。揃えるにね。マナーみたいなのに近いかもしれんけど、まあなんか教養あるなみたいな。そういう常識とかマナーとか、いいよな。そこに対して結構、わかるわかる。詳しかったら、やっぱ、あ、なんか育ちいいなって思うかも。だから、最近やったら、あれちゃう？結婚式で、うん、その、この、これもう俺は育ちよくないからこれが分からへん、名前分からへんけど、ご祝儀、ご祝儀、うん、ご祝儀の名前ぐらい分からな。ご祝儀を入れる袋あるやん。うん、あれ持ってる人すごいなと思う。あー、家にどこ。いや違う違う違う、その持ってくるときにご祝儀袋あるやん、紙。あー、あれを包む、包むやつ、布袋みたいなのあるわけで、あそこから出してこう上に乗せてこうなんかこうやってこう出すのが一番らしいな、らしいな。名前すら知らないし、あの箱の、箱というか袋の、うん、そういうのを結婚式場でやってる女の子がいるから、うん、新婦側見てたらさ、うん、すごいなと思うな。風呂敷みたいなやつね。そう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 、印刷ちゃんと家に置いてる人とかな。そうや、印刷ってないねん。なあ、ないでね。銀行でちゃんと下ろさなきゃね。そうやね、うん、あれないんよ。ないよ。だいたい結婚式って土日やから。あ、そうそうそう、昨日行っとかなあかんかったなって思うね。そうそうそう、俺らみたいなもんにはなかなか遠い存在だ。そうそうそう、だからね、いつもコンビニの ATM で警察やろとか言ってんねんけど、もう出へん。中でも一番綺麗なやつ。そう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 。はい、はい、もう完全偏見ないけど、白真珠のアクセサリーつけてる人が育ちいいなと勝手に思うね。耳にイメージあるもんな。でっかいなんか白い丸ついてるとか、うん、ここに白い丸ついてるとかは、うん、なんか育ちいい人なんかなって思うね。確かになんかお嬢さんっぽいんかもね。うん、
ほんま勝手に思います。いやでもまあまあイメージやからね、真偽は知らんけど、そんなイメージがある、うん、お嬢様っぽい人そういうのつけるよなみたいな。いや、そらちぃって何をっていう言葉なのこれって。知らねえ。それはまあ難しいとこやけど、でもなんかその、うん、さっき冒頭で言ってたけどさ、その確かにこれで育ちって思うのちょっとちゃうなとか思ったりするな。そのジャンクフード食べられへんとか確かに絶妙に育ちいいんやろうけど、なんか受けはなさそうやなみたいな、男受けはなさそうやなみたいな、そのラインムズそう。なんか金持ち、金お嬢様なのか、うん、そう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 っていう感じやな。だからそうそれはどうしたいかじゃないか。だからちゃんと育ててもらったというか。それは別にみんなそうや。だから品がいい人と、まあ、まあ品がいい人か、お嬢様とはまたちょっと違うから、うん、俺が最初に出したジャンクフードのやつはどっちかというとお嬢様っぽい感じだよね。でお嬢様枠がモテるかって言ったら別にそんなことない。そう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 。でも品の良さとか、品じゃないどっちか、マナーだから、まあ、ちゃんとしつけられた人って感じ。そう、しつけられた人、多分そう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 。いやそっちがいいな。うん、多分そっちだし、そっちはそっち。ほんなら白真珠なんか絶対高いね。まあまあでもイメージとして品があるっていうところにつながるな。綺麗な白真珠とかやったら品あるんかなとか、僕なんか手入れをめっちゃしてんのかなみたいな。はい、はい、寿司屋で声小さい人です。おお、これもうだからもうケースバイケースですっていう。そうそう、リピーティーリピーティーよいよいよのはめっちゃ思うわ。うん、小声でこう喋ってくれる人、静かな人はもう本当に素敵だなと思います。うん、これは僕はプラスに思うやつ。うん、視野行きます、女の子デートとかで行くんじゃん。付き合う前に行くわ。付き合う前に行っても盛り上がらないから行かへんな。そうやんな、確かに。付き合ってから結構行く。彼女としか行ったことないかも。俺だって寿司屋って結構その回転寿司とかじゃなかったら、うん、友達でも結構仲いいやつやときついなと思う。そうか、結構密室じゃないだって。確かにな。でも逆になんか会社のとかやったら全然いけるな。仕事仲間の人とかやったら、まあ、確かに確かにいけると思うけど、シンプルに人間と人間で行くってなったらそうかも。そうやね。あんまり付き合う前に行かへんな。いやもう付き合う前行ったことないかも。お付き合うてか寿司屋、そんなになんかちゃんとした寿司屋女の子で行ったことないの。でもそれこそさ、あんまり寿司屋って喋られへんくらい。うん、まあね、なんかざっくばらんに喋られへんし、盛り上がりもできへんから。そんなギャハるとこじゃないもんね。そうそう、お互い知りたい、盛り上がりたい時期に。そうやね、そうやな。そんなしっとり美味しいですねとか言う場合じゃないもんな。向こうがめっちゃ好きとかやったらな。はい、あのなんか旅館とかの片付けちゃんとしてるみたいな。あー、出るときに。そうそう、出るときに。なるほどね。ドンとかちゃんと畳んだり。ええー、な、お方とかもこう畳んだりとか、ななんかその辺のゴミを回収したりとか。あー、これはほんまにええわ。なんかその辺な、しっかりしてんなみたいな。これ育ちじゃない。なあ、ええよ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 、響いてます。で、響いてるよ、俺、うん、大好き、響いてますわ。何100回マジでこれ、関西のさおじさんチャンネルになるような後輩と響いてますわ、なんかいや、監督おったよ、このお題に関しては、うん、あ、そう、あの、T シャツ畳んでくれるのがええわ。女の人家おるなって思うみたいな監督が、ここに出てたよ。あ、ほんま言ってた。うん、こういうのいいよな。わかるわかる、いいよな、いいよな。これ逆にせんかって俺嫌やもんな。嫌やな、ちょっとな。俺むっちゃすんねん、それ、うん、だから相手がそれ全くせずに出ようとしてたらどないな神経してんねん、俺は思ってしまうから。嫌なとこの価値観あっても大丈夫な、多分な。はい、はい、話題のカバー範囲すごい人やな。おー、育ちになるな。なんでだ。この、いや、なんか物知りやなって思うときに俺すごいなんか品なんかな、これなんか すごいなと思うんよな。いろんな世代の人とかの話題と、いろんなその時事ネタとか含めこう全部大体返せる人は、うん、わ、すごいなと思う。すごいなと思うだけかもしれない、これ、うん、すごいなね。まあでもなんか総じてやっぱ両親がそういう人やったらっていうパターン多いかもね。確かに、なんかそう、勝手にそう思うんかな。なんか努力してる、してそうやな、ね。まあ、知的好奇心をやっぱりほったらかししないっていうのは功績なんじゃない、両親。なんかそういうニュースを追いかけてるのが、そういうなんか習慣化してるんやろうなと思うから、そういうのが知的さって俺結構近いものを感じるから、知的な人見ると。はい、はい、サラッサラストレートやろ、髪の毛。ああ、育ちいいってなるんや。育ちいいなと思うで、俺勝手に。まあ、良さそうに見える。良さそうに見える。あ、まあ、お嬢様感あるわ。うん、うん、だけ黒黒が一番思うかな。やっぱそうなんや。だからサラッサラストレートか白ニット着ててこうふわっと
ふわーっと控えめに巻いてる人みたいなお嬢様なんかなと思うな。そうやな、外見の印象あるわ。白っていうのもでかいよね。うん、あとあのなんかこの辺にちっちゃい銀玉みたいなのついてる服着てる。銀玉に下品やったな。こいつ育ち悪い、育ち悪いな。銀玉、そのイントネーションやばいよ。銀玉とかやったらいいね。銀玉とかやったら分かる。銀玉は一番分からなかったな。あれの介護会のゴールデンボールの介護会絞れたのしもやもん。そう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 。何それ、しかもなんかあれやん、これちょっとこうクルーネックに近いというか、こう首元がそんな開いてない服で、なんか硬そうな生地に、なんかその女性の真珠、黒い真珠みたいなのが埋まってるみたいな、なんかよう分からんけど、なんかそういうのがあるんです。銀玉おもろいな。装飾がほんま銀玉ついてんの、この辺にポチポチポチ、銀玉やと思ってないからな。俺らはな、それを。こんなめっちゃ出してたらお前は育ち悪いのにとか言わずやつおんねんで。はい、はい、残さないプライド高い人です。あー、それは思うかも。飯行ってご飯ね、うん、そう、いやこれもう行こうみたいな、うん、そのじゃあちょっと頼みすぎたなって言ってるけど、二、うん、人してなんとかこう食べきって帰ろうとする人は、うんうんうん、うわー素敵って思う。いや思うね、これは。これ俺育ち結構思うから、うん、確かに。なんか絶対家でそういう教育やんなって思ってて、俺んちもそうやったから、うん、なんかそれはもうシンパシーが湧くというか、うん、めっちゃ抵抗があるから残すことに。はい、いいっすか。はい、はい、なんか物貸しててこうそれ返してくれた時に、なんかちょっと手紙添えてくれてるみたいな。ええー、これあるかな。あー、ない。え、なんか丁寧やなみたいな。あ、丁寧やと思うな。すごいな、栄光やなってなるな。まあなんか育ち良さ、いいなってちょっと思うかも。おー、丁寧さ、すげー、気遣い、心遣いみたいな。うん、へぇー。ええよ。恐ろしい女やで。いや、思ったよ、たまに。たまに恐ろしいな。え、結構、みんな添えてた。ん、何がみんな添えてたの、手紙。え、添えてた、添えてた。あ、全員何今のやめろやお前。ちょっと変な声出た。変な声出た。声出さないですか。出します、出します。変な声出て恥ずかしくなっちゃった。はい、はい、あのメニューの組み合わせを勝手に作らない人。え、どういうこと、どういうこと。あのなんかこれ難しいんやけど、例えばこれできるってことはこれとこれくっつけれますよねみたいなメニューの頼み方する人いるやん。メニューって何なんですか。ご飯屋さんとか行ったりして、めっちゃ例えばけど、じゃあとんかつあったとして、はい、じゃあ豚の生姜焼きいけますみたいな。勝手に A セットと B セットがあったとして、じゃあ AB セットの合わせた C セットみたいなできますみたいなの言わないと。ピンポイントやなお前。そんなん、いや、なんかたまにみんなたまにいたりすると。やっぱ全然分からへんわ。いや、まあ、言ってることは分かるよ。分かる、うん、どういうこと、どういうこと。一人でとんかつと、まあ、例えばだから、うん、これは大盛りできないですと言ってて、他の店はできてるって、できてるけどこれはできるでしょみたいな、この言わない人。ああ、俺や、俺がたまに言うやつや。お前だっけ。そのビニールがあるから白米出してくださいよって言うやつ。そう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 。俺言ってるわ。あ、これはなんか思うから。なるほどね。そう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 、そういうことね。それは確かに思うかもしれんけど、そんな人おるか。いや、おんねんってこと。あ、女性、女性。あ、女性な、うん、女子。いや、俺おる気するね。気するね。いや、なんかそんな細かいことじゃないけど、うん、だから逆もやん、減らせますかみたいなのもちょっと思ったりして。逆もしかりやん、逆もしかり。これ普通メニューしかないと思うんですけど、なんかレディースサイズでいけますかみたいなのあんま言わない人みたいな家庭持ってるかも。なるほどね。まあな、あんまあれではないよな。めんどくさいもんな、向こうからしたらな。はい、はい。古風な一面ですね。あ、もうもはやその古き時代の家庭像みたいなものは、はいはい、その例えばその家事は基本女性がやるものだよねとか言ってる人がもしいたとしたら、うん、これはそういう人たちなのか。女性が脈々と、あ、その女性がそういうのはやるもんでしょみたいな風に教え込まれてる家って、はいはいはい、なんか分かるわ。めっちゃ由緒正しき続いてる家やったらまだ言ってそうって思うから。なんかこういう男女で女性ならみたいなことをこうたまにポンって言う人おったとしたら俺は思うから。いやー、思うかもしれない。それがいいとは思わんけど、置いといて。いいか悪いか置いとかな感じになったけどな。別にどっちでもええねん、そんなほんま。
聞いてるだから置いとくのええやん。いやもうさっき牽制してんねん。うるさいねんなマジで。置いとく、置いとくけどでいいやん。いや嫌いやねんな俺この風潮がな。押し付けられんのかな。その女は料理しないといけないってことですか。あれほんま嫌いやねんな。好きにせえよお前は。自分は好きにしたい。自分好きにせえよ。はい、はい、これちょっとねお嬢様要素強いかもしれないですけどね、あのマリンスポーツをたくさん知った人です。へえー、なんかちょっとああそっちって俺思っちゃうのよ。なんかスキューバめっちゃ してましたみたいな。はい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 、金持ちやなって思うんじゃん。金持ちそう、うん、絶妙やね、うん、でもなんか英語が多い気するね、そういう子って。なんかほんまにそのお嬢さんやけど確かに英語というか、そうサブロとかやってた子はめっちゃいいなと思うけど。ああ育ちって意味やそうだな、うん、そうやな。お嬢さんなんか乗馬とかもさやな。乗馬あ、でも乗馬はだからそこはちょっと絶妙でさ、俺乗馬はなんかお嬢様100って感じするんだよ。で、なんかマリンスポーツつって半々ぐらいのって感じがして、うん、ちょっとカジュアルってこと。そう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 、あまあまあそうじゃん。でもやっぱそれなりにコストかかる趣味やってる人は俺お嬢様というか、うん、そういう人やなと思うけどな。うん、あとゴルフもさやな。ゴルフなんかそうやで。はあ、ゴルフどこでかかんの？めっちゃかんで。そうなんや、うん、ボール台に？え、なんなんだ。回る台とかもあるし、なんかああ、そういうことか。そもそもあと服が結構厳しいやんか。うん、なんか襟付きの服着てないかなんとかさ、あー、襟付きね、紳士のスポーツでいいから。みんな一番お金かからへんのかな、スポーツって。相撲？サッカー。あ、やっぱサッカーやな。相撲じゃん。そうはそう、まあ、まあそれはちょっと置いとくか、ごめんごめん。相撲は置いといたとしても球技やったらやっぱサッカーか。ボールだけ球技やったらサッカーやろうな。野球とかバット、グローブ入れる。なあ、野球とかお金かかるからな。うん、でもスパイク結構高いからな。うん、でも言うてそれぐらいじゃない。レガースとか、うん、まあまあまあ。だから陸上とかかからん。ああ、陸上かからんわ、うん、陸上用スパイク。うん、何やってほしいとかあるんですか、やっぱ。でもないて。でもいいな。うん、何や、本物持っとくのに。ないやろ、だって自分の子供できたとして。まあまあまあ、ないと思いますけど。野球やらしたけど、どうあるんじゃん、ちょっと。まあ、夢ではあるっすよね。あ、そのなんか単純にやってくれたら嬉しいなと思うけど、いやーあれーって感じやないな。そう、それはないと思う。 やれとかやってないな。そのやったらそれは、そう嬉しいとか、いやいや俺それお父さんできますけどってなるけど、でもサッカーとかやってくれたら、そのそれはもうそこらの未経験、サッカー未経験者父よりは私できますけどっていう、うんうん、ぐらいであんまないな。見とったら多分やりそうやしな。やっぱ親が見てるもんやりたがらへん、多分。そうやな。だからほんま何でも死ぬ気でやってくれたらもう言うことないと。かっけー。はい、キャッチです。はい、ということで、はい、育ちの良さを感じる瞬間でしたけど、あ、そうでした。どうですかね。まあ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 、そうですよねって感じ。いや、まあ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 、そういうこれだからさ、最後にそれ求めてるっていう。あ、その育ちの良さ。そう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 。ああ、だからまずお嬢様感と品っていうのがあるじゃないですか。うん、で僕、お嬢様感は別に求めてないんですよ。求めてない、僕も。で、品ってどうですか。品は求めてる。品は求めてる、うん、あ、え、だからそ の旅館の話とかやっぱ大事なんですか。あ、そうそうそう。あ、やっぱだから俺、そのマナーみたいな、うん、そういうとみんなが気持ちいいよね的なものは大事だ、うん、でも、その品みたいなのは別に大事じゃない。それこそ姿勢の良さとか、あ、口調が丸いとかは結構どうでもいい。あ、今回出てなかったけど、言葉遣いとかも育ちの良さを絶対感じるからな。そうやな、言葉遣いの何がって言われると結構難しかったから、うん、出されへんかったね。そうやな、うん、だってさ、フフフっていう人嫌やろ。ああ、まあまあまあ、それはそうか、うん、その面白いことあった時にこうやってこう、うん、っていう人嫌やろ。でばーって笑う方が良くない。難しいですね、難しいこれ。あ、ちょっと好きか、難しいところ安いけど、そっちそういうの好きか。いや、難しくない、結構。難しいじゃん。いやいや、なんかそのテーマだよ。いや、そう、いや、フフフって笑う人も好きやし、わーって笑う人も好きやな、うん、結構内側に笑えへんなっていう。あ、じゃあそこは別に好みがないんや。うん、そう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 、根本育ちいいなみたいなのがやっぱ俺好きかも。別にゲラゲラ笑ってもいいけど、根本育ちいいなっていうところを感じるのは結構好きかも、うん、それがさっきのマナー的な話とか、ね、観光総裁詳しいとかってことかな、うん、あ、まあ人によるというそれはそうなんやな。だからまあ、掃除で言うのは別にお嬢様からやっぱ求めてる人は多分少なそうだね、この感じで言うと。あ、うん、まあそうちゃうな、うん、自分がそういう家とかやったらな。あ、まあよっぽどこっちがもうね、うん、親族がめっちゃそれに厳しいとかやったら最高ってなるんやろうけどな。こっち壁の中がみたいな感じやったら分からんけど、 あれぐらい爆発的に金持ちやったら分からんけどな。まあこれがね、こういうところで男は育ちの良さ感じるということなんで、ぜひ皆さん参考にしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。今日も動画見てくれてありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。
で現在僕たち宿賀市の新体制になって初のオフ会のチケットが発売中です。概要欄からね開発するんで、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、そのついでによかったらねチャンネル登録もポチッとよろしくお願いします。そうですよ、高評価もよろしくお願いします。お願いします、はい、コメントもよろしくお願いします。はい、お願いします。 SNS のフォローもよかったらしてください。はい、ということで今日も一日お疲れさん。